巨人オコエルイさん一軍合流。巨人オコエルイが野手が3日一軍に合流した。オコエは開幕一軍を逃したもののイースタンリーグでは9試合に出場して打率3割9分3厘と好調。2日に梶谷がコンディション不良を訴えて同日の中日戦のベンチ入りメンバーから外れており、状態次第でオコエが出場選手登録されるとみられる。オコエが上がってきたか。オコエ大丈夫かな。1番か2番センターかライトでスタメンありそう。オコエ合流、梶谷か萩を怪我したってことか。オコエにはなんとか頑張ってもらいたい。オコエ頑張ってほしいね。まあオコエ来るだろう、何軍で売ってるし。今日のスタメンどうなるんだろう。今日の3番はオコエかな。オコエ来たってことは梶谷アウトか。梶谷ダメなんかな。梶谷捨て体質すぎる。やはり梶谷捨てが開幕戦だけ活躍してたのか。梶谷今年こそは空の離脱やばいな毎年。梶谷も離脱か開幕戦で大活躍だったのに。プレーはつらつしててよかったのに。良い選手なんだけど怪我が多すぎる。梶谷はくらいには帰ってきて。ご視聴ありがとうございました。話題の野球情報をお届けしていますのでチャンネル登録をよろしくお願いします。 Thank you.